尋常性白斑は皮膚の色素メラニンを生成する部位の損失を不規則に引き起こす慢性的な皮膚疾患である。先天性の遺伝子疾患であるアルビノと異なり後天性疾患である。別名は白なまず。米国の歌手マイケル・ジャクソンの外観はこの病気によるものでそのことが公にされたのは司法解剖後であった。原因は不明な部分が多い。 研究の結果、遺伝、自己免疫疾患、環境要因の組み合わせにより引き起こされると示唆されている。皮膚の色を構成するメラニンを生成する、メラニン細胞が消失、あるいは機能停止しているとも示唆されている。症状が頭髪部分に来ると、その部分の毛の色が白くなる場合もある。チロシンの誘導体とみなせる、フェノール化合物や、一部成分で、 色素脱出が生じることがあり、これは通常の白斑と鑑別できる特徴はなく、化学物質による白斑とされる。化学物質による白斑は通常は接触した部位に起こるが離れた部位にも生じることがある。スキンケア化商品に含まれていた美白成分喉でのドデノールにより、2013年に白斑が起きて問題となった。すべての白斑のうち、 尋常性白斑が6割を占める。2009年に発表された論文では日本での疾患発生率は1.68%であった。全世界では0.5から1%が罹患しているとされる治療抵抗性で再発しやすい。アメリカ合衆国での疾患発生率は1%から2%と考えられる。二0からントの尋常性白斑患者で、 家系内発症が見られる。治療抵抗性で再発しやすい。ステロイド外用薬やナローバンド UVB 療法が治療の第一選択となる。治療としては日焼けを避けることで本来の皮膚の色を白くし患部を比較的目立たなくさせる場合もある。セラピーメイクや入れ墨、皮膚移植を行うことで患部と正常部位の境目をなくしたり目立たなくする例もある。 2012年の日本のガイドラインでは、ステロイド外用薬の推奨度が高く、推奨度 A から B とされる。推奨度 B では、タクロリムス難光、プーバ両方と同じく光線を用いるなら、治療効果に優れるナローバンド UVB 療法が優先される。推奨度 C1 から C2 では、ビタミン D3 外用薬でプーバや UVB との併用が考慮されてもよく、推奨度 C1 では308ナノメートルシマレーザーライト、照射である。ステロイド外用薬では、原曲型の白斑では75%の色素再生がなされ、2ヶ月までに効果がなければ、他の治療へ変更する。反発型では20%であるため、UVB などの光線療法が第一選択となり、推奨度 B となる。ステロイドの副作用には、 皮膚萎縮や毛細血管拡張が含まれる。ナローバンド UVB 療法では、ソラレンを使わないが、プーバ療法では、ソラレンを併用して、光に対し過敏にするため、主な副作用に、重度の日焼け、水泡色素沈着がある。蛍光の PLX を使って、プーバか UVB を併用した、いくつかの二重毛検試験があり、色素が戻ることが偽薬より多く、 一つの試験では頭部、首で多かったが、体幹や四肢では、偽薬との差はなかった。白藩では、メラニン細胞が失われているが、基礎研究では、白藩の人でもこれに分化し得る肝細胞が存在しているため、分化を促す治療が見つかれば、理想的である。紫外線による治療は、この分化を促す再生医療の例であるが、まだ完全な回復率とはなっていない。 モノベンゾンは、体の半分以上など広範囲に白藩があり、治療に反応しない場合に、白藩を乾水させるための脱色治療として使われる。日本での報告では、顔面では約4ヶ月間で治療を終えている。マイケル・ジャクソンが行った方法と言われている。他の再生医療では、自分の表皮細胞の白藩部位への注射は300人の1060ヶ所で、 実施した2018年の研究があり、注射から9ヶ月時点で半分以上の最初基礎沈着が起こった割合は32.2%で顔、首、体幹が反応しやすかった。2019年の21人でのランダム化比較試験では、さらにこの表皮細胞液を多血小板結晶とともに注射した場合、表皮細胞液のみを注射するよりも6ヶ月時点で、 再初基礎沈着が多かった。2018年の薬草のレビューでは、PLX とソラレン大体のケリン以外では、結果に一貫性がないとか多くとも研究が1、2件しか挙げられていない。経営25人の研究で、マイクロニードリングと併用したフルオロウラシルの方が、同じく併用したタクロリムスより再初基礎沈着に有効であった。2010年のレビューにおいて、 子供の白斑では、ステロイド外用薬に比較して、カルシニューリン阻害剤は、同等の有効性だが、副作用がより安全であり、全身性の白斑における、抗線療法では、プーバ療法よりも、色素沈着率と安全性において、ナローバンド UVB 療法が優れ、治療を行わないことも無害な選択肢となるとした。米国の歌手、マイケル・ジャクソンの外観には、白斑が見られ、 撮影の際に負った頭部やけどやストレスなどによる後天的発症であり先天的な異常ではない。彼は長らく偏見報道に悩まされていた。皮肉にも彼の病が公的に証明されたのは死後の司法解剖であった。ありがとうございます。